皆さん、こんばんは。こんばんは、としきです。ちゃんと、これを配信、映ってますでしょうか？大丈夫かな？今日は、しっかりと、時間通りに、配信を始められていると思いますけども、どうですか？どうかな？もうちょっと、ありがとうございます。小丸さん、ありがとうございます。よかったです。よかった。よし。じゃあ、そうですね。早速、じゃあですね。そうか。ケント君がですね、なんか、外にいるみたいで、まあ、合流、できたら合流するような、感じ。来た。ケント君来た。よかった、よかった。どうも。すいません、遅れました。どうも。どうも、どうも。横ですか？そう、横の方がいいかもね。いいっすね。どうもどうも。ちょっと外出てるんで、そんな長くできないんですけど。はい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 。お疲れ様です。ありがとうございます。いっちゃんは行ってきたんですね。行きました。ちなみにこれ、あれですよ。勝った後に飛び跳ねる石川祐希。アナリストの方に飛び込んでいったんで。そうそうそう。もう僕、目の前だったんで、はい、激写しました。そこの席にいたんだね。はい。まさにこの席、この画角で撮りました、僕は。熱っ。いやいやいや。いや勝っちゃったからね。歴史のね、うん、証人というか、うん、歴史の目撃者になったね。そうね。まあ、内容とかは、どうあれ。ね、いやまあ。すごいことだよ。いや、すごいことよ。すごいことよ。クラブの歴史も残したしさ、日本人選手としてももちろんすごいし、やっぱうん、比べてもどうしようもないけどさ、うんうん、加藤さん、加藤陽一以来のベスト4っていうのはあるけどさ、うんうん、加藤さんはどちらかというと怪我人が出て、そこで出始めてとかっていうのがあったし、まあ、ね、って感じだったけど、うんうん、石川祐希もなんなら MVP 取ったりとか、このシーズン支えた、うん選手で中心で頑張り続けてのここだし、しかも、ね、在籍年数が、ミラノ3年目だっけ？そう、そう。っていうのであるじゃん。全然ちゃうよな、そこは。いや、全然違うよ。ね。うん。そうそう、本当に。異業だよな、ある意味でも。いや、異業ですよ。まさか、まさかね、本当に、こんな時代。正直、本当に、で、やっぱりペルージャとさ、準々決勝当たるってなったら、もう、これはもう3連敗だって思ったよ。ねえ。厳しいかなと思うよ、ね。厳しいかなと思った。実際さ、第1戦か。第1戦は本当 3-0 で、ほとんどまあ、何もできないというか、結構、まあ一方的にやられちゃったから。ねえ。で、その一方結構その、ミラノ対ペルージャ以外の他の3試合って結構競ってたんだよね。第1戦って。うんプレオフ対戦セットだから、うん、じゃあもうペルージャーはやっぱりもうこのまま綺麗に勝つんで、他のところがどうなるか楽しみだな、みたいな。うん。感じだったけどもね。まさかの。まさかのですよ。こっちが波乱みたいな。いや本当今年は無敵艦隊だったからね。無敵艦隊だったよ。うん。で、はい、ね、攻めに行くと、レオンは。ね。うん。対談出たしな。まあね。まあ、でもやっぱそのレオンに関してはやっぱりまず、まあもう多分コスパが合わない、似合わないだろうね。でもめちゃめちゃ金かかってるのに、この結果だから。試合出てねえしな。そういう意味でも、うん、多分。ね、まあ、うん。まあ攻めんは、攻めに行くはやっぱなんだろうな、なんか合わなかったのかな。かもね。うん。いやー、すごかったな。ポンロ胸厚だったね。ポンロ胸厚よ。ポンロ。ね。やっぱり、ね、個人的にでも。うん。個人的に石川君のイタリア語のインタビューパッケーと思っちゃった。まあね。そうだね。8シーズン目。うんうん。そりゃそうだよ。なんかイタリア語で喋るときの方が楽しそうに喋るよね。なんか分かんなくね。
なんか。日本語の方が味ないよ。なんかやっぱイタリア人、イタリアメディアに対してはなんか心開いてるような感じがする、個人的に。逆に。なんか、やっぱそのバレエ好きだからでしょ。かなぁ。いや、うん。全然、僕の時は本当もう、淡々と話してくれて。丁寧に言葉を選んで。いや、でも、それがいいってことない？石川君も。まあね。いや、よかったよ。うん。いや、でも、1セット目は本当に、完璧なまでのペルージャーだったけど。うん。うん、2セット目のやっぱポルロですね、ポルロから。見事にカムバックしてきたね。うん。てかさ、多分、過去の試合も含めてね、さ、いや、もう負けねえ、みたいな。ペルージャーには勝てるってあるじゃん、ね。だからそういう精神的な作用も絶対あるから。それはでかかったよ。もうね、この、やっぱり、なんだろう、5回戦っていく中で、もう、多分、一番第一戦目は本当に最強ペルージャーだったと思うんだけど、それがなんか普通のチームになっていった。まあ、普通の強いチームのペルージャーみたいな感じになっていった。かな。で、そこに、プレイオフのミラノっていう、こう、勢いがついたミラノになったから、そこの標準偏差みたいなところで勝ったよね。あと、まあ、やっぱり、チャンピオンズリーグで2連敗した、して、負けちゃったっていうところから、あね、まあ、やっぱり抜け出せなかったか。何もタイトルを手にしなかったもんね、結局。いや、でも、結局、スーパーコッパと、一番最初にやったスーパーコッパと、あと、世界クラブは取ったよ、ね。まあ、そっか、世界クラブ選手権取った。うん。はい。去年やった、今シーズンだけど、まあ、去年やった、2022年中にやった大会はタイトル取ってる。なるほどね、なるほどね。うん。まあ、その後、コッパイタリア、うん、コッパイタリア、チャンピオンズリーグ、イタリアリーグは取れるって感じ。うん、早熟だったね、多分。相対的にチームが完成してたんだろうね。他のチームと比べて。そうだね。うん。まあ、メリもあっただろうな。あと、まあ、ね、こっちゃんと、二人で、話し上がりですから、でも、とっちゃんが言ってた。もう、いろんな人が出すぎて逆にメンバーを定めきれなかった部分も、あるんだろうな、とっちゃんが言ってるみたいに。やっぱり、メンバーを、スタメンを固定しなかったゆえの、っていうところもあるし。あるだろうね。あとはやっぱその、負けなかったのも よくなかった。だから、負けていい試合でちゃんと負けておくっていうのはやっぱなんか大事なのかもしれない。まあ、ブログにも書いたけど。三能工業化してたのね。そう。本当に負けちゃいけないところで全部負けちゃってるから、今年のペルジャーと。で、リーグ戦は本当さ、もうちょっと負けてよかったはずね。まあ、リーグ戦だけね、連勝しちゃって。で、コッパイタリアのトーナメントとさ、これで負けちゃってるから。そうね。やっぱり負けがなかった分、その一回の負けのダメージというか、やっぱりその辺が大きかったって。うん、なぁと思ってさ、メンタル、精神的に。メンタルそうだったら多分、ファンのプレッシャーも半端なかったと思うな。いや、あるよね。ファンとか、まあ、あと周りのね、その、スポンサーなりなんなりっていう、その選手、ところのプレッシャーも半端なかったと思うし。うん。まあね、で、実際やっぱりあのさ、レギュラーシーズンの結果を見て、もう、これはもう、タイトル取るじゃん、取るって思うじゃん。うん。ね、V リーグもそうだけどさ、うん、勝ち続けてるチームってプレーオフ勝たないんだよね。よっぽど力の差があったら、一時代の日立とかだったら、あれだけど、プレーオフに1位のチームで優勝しないジンクスみたいなのやっぱあんだよな。受けに入っちゃうかな。なんなんだろうね。やっぱりその一回沈んだところから上がっていく経験をしてないからこそ、やっぱり、いざ本当に上がらなきゃいけない時に上がれないっていうのは。上がりきらない。うん。しかもその術を知らない感じになるよね、チームとして。そう。この時にはこいつを出して、起死回生とかさ、こいつに頼るしかねえんだとかっていうのがさ、できないまま来ちゃったじゃん。そう。結局、そうだね。やっぱり中心選手もなんか、結局誰だったんだって。誰なんだってなるよね。まあ、ペルージャー。まあ、確かにジャネリが多分一番試合は出てるっていうか、彼は本当控えはいない。
けど、うん。かといってそんなジャネリが率先してチームを回せる感じでもないような気がする。そうね。なんか、まあまあまあ。まあ、中心なだけだよ。あ、セリアさん、こんばんは。勇気いますよ。とっちゃん、一旦抜けるわ。はい。また、後からもちょっと戻れたら戻ります。はい。いつでもどうぞ。はい。あ、小原の方ですね。ベルージャーにベンタスを。ベル、そう、そういえば、来シーズンはベルージャーにベンタラと、ベンタラとエレラがオポジットになるらしいですね。来シーズン。うん、そんな感じで。いやー、かっこよかったですよ。勇気石川は本当に。かっこよかったし、なんか、やっぱりまあ、このですね、まあ、この、勝ちを、勝利決めた後の、まあ、この弾ける笑顔もそうですけどね、なんか、すごく、なんだろうな。やっぱり、エモーショナルでしたね、彼は、本当に。近くで見てて本当に思ったし。その、まあ、もちろん、自分たちが乗ってる場面でも、では、もうすごくやっぱり感情を豊かに、喜んでたし、あの、2セット目の序盤、1セット目本当に取れなくて、2セット目の序盤は、まあ僕、近い方のコートだったんで、よく顔が見えたんですけど、あの、2セット目のそのポルロのサービスエースが出るまでの石川は本当に苦しい表情してましたね。あ、なんか、ストラグリングしてるなっていうのはわかるような表情で、よく、そういう意味ではなんかすごく、エモーショナルだったな。だったしですし、本当に最後ね、本当に、バックアタック決めて、本当に高校生のようにコート駆け回って爆発してましたね。いやー、でも、アップルパイさん、夜中に叫びながら。これはでも、本当に、ね、叫びますよね。まさか、ペルージャに勝つとは思ってなくて。あんな、確かに、そう、あんな勇気さん。久しぶり。そうかもしれないですね。うん。少なくとも僕は本当、なんか、直には初めて見たかもしれないですね。こんな勇気さん。こんな勇気さん。うん。でしょうかね。いや本当に、ね、あの、まあ、ペルージャホームだったんで、ペルージャの、応援は本当すごかったですし、まあ、特になんと僕の真後ろにあのペルージャの、あのファンクラブというか応援の人たちがいて、めちゃくちゃうるさかったですよ、本当に。特に、あの、ミラノのサーブ打つ時のブーイングのあの、まあ、ブブゼラみたいなブーブーってあるのはもう本当うるさすぎて、なんか、まあ、僕もなんか耳塞ぎたいぐらいでしたし、実際その僕の右斜め前ぐらいにいたあのミラノのアナリストさんとか、ミラノ側のスタッフさんは本当に耳塞いでましたね。ウィングの時で。うん。それぐらい本当に超ペルージャホームな雰囲気の中だったんですけどね。まあでもそれと同時にやっぱりその、なんだろ、お通夜感というか、ペルージャがお通夜感になった時のなんかもうその、どうしようもなさ。もうそのミラノの勢い止められないっていう感じになったのもまたなんか、本当になんか印象的だったというか。なんだろうな、ペルージャもうちょっと応援頑張れよって、この劣勢な時こそ応援しなきゃいけないのになんか結構もう、あーみたいな諦めてる。ファンがなんか多分諦めてるような雰囲気のちょっと感じたりもしましたね、現地では。うん、いやもうでもあれは、まあ、スコアではね、確か、3セット目、4セット目を、まあ、もっと2点差のゲームでしたけど、でも、なんか、それ以上に点差というか、もう完全にミラノペース。もう会場の雰囲気も、もうミラノペース、ミラノが勝つような雰囲気がずっともう、その2セット目、逆転で取ってからは、あったので、なんでしょうね。本当に、スコア的には、特に3セット目なんて、一旦、デュースに入って一旦逆転されたりも、した、あれ、でしたよね。し
した試合だったんですけども、それでも、なんか、あんまり、なんか、ミラノ、結構ミラノ側になんか余裕を感じられたような感じが僕はしてたんで、なんか、なんだろうな、安心して見てたというか、まだなんか、先週の、先週まあ、そう、ミラノであった第4戦の時の方が、なんか本当、まだどっちが勝つかわからないような、ハラハラしたような状態だったんですけど、こう、なんか、本当もう、盤石っていうような感じでしたね。特に会場に行った時は、そうなんです。本当に、ああ、頑張ってっていうような感じじゃなくて、ああ、これはもう勝つなっていうような、雰囲気があったように思います。ミラノの、パイルージャン選手たちの方がすごくやっぱりプレッシャーになんか、飲まれてて、すごく、なんか表情とかも良くなかったですね。表情の雰囲気もですね。そんな感じだったと思いますね。小野さん、ここからの試合の予想どうでしょうか？ここからの、ルーベ戦ですか？ルーベ戦、まあ、勝つんじゃないですか？なんか安直ですけど。このまま行ったら、ルーベは、僕は勝、ミラノが勝ちそうな予感がします。まあ、ね、まあ、レギュラーシーズン普通に最初にやった試合を負けて、で、コッパイタリアの準々決勝は勝って、で、その最後のね、レギュラーシーズンの試合は、まあ全然見るのが万全の状態じゃなかったので、あれはもうカウントはできないとは思うんですけどね。でもまあ、ルーベは全然相性は悪くないと思うんで、僕は勝つんじゃないかなと思ってますね。このまま多分、ミラノ決勝、全然決勝いける。なんかその別にひいきしてるわけとかじゃなくて、じゃなくて、なんか、いきそうな気がしてます、個人的には。まあでも3-1ぐらいかな。3勝1敗ぐらいで、ミラノ勝って、決勝に駒を進めそうな予感がしてます。はい。ジュリアさん、負けた時からのリカバリーとかも含めて、レギュラーシーズンにいろいろな経験をしておくことが大事なのだと、ミラノは踏んだり蹴ったりになったのはチームとしてまとまった要因なのかもしれませんね。あ、そうですね。それはでも、めちゃくちゃあると思います。やっぱり、ミラノは、本当に、まあ、全然選手が揃わない状況で、例えば、ね、ミドルがいなくて、エヴァディプールがミドル入ったり、逆に、最後ら辺は、コロナで、ね、アウトサイドがいなくて、ミドルの選手がパスしたりっていう、なんかいろんな試合を経験して、まあ、あと、コッパイタリアの準々決勝もそうですよね。準決勝で、ね、石川が、途中で足切っちゃって、攻めなくなったりとかいうような、本当いろんなアクシデントを経験した上での多分今があって、あと、ね、だから、まあ、第4戦ので、もう5セット目またちょっと石川がコートを去らなきゃいけなくなった時でも、多分選手たちは冷静に対処できたと思いますし、そういうようないろんな積み重ねがあって、やっぱり今現時点でチームとしての厚みがすごく出てきてると思うんですよね。逆に、やっぱりペルージャは、まあ、勝ちすぎてしまったというか、やっぱり負けてもいい場面で、まあさっきちょっとテントと喋ってる時も言ってましたけど、負けてもいい場面でやっぱり負けてなくて、で、いざやっぱり大事な試合に負けてしまった後のやっぱリカバリー、がね、そこのマネジメントがうまくできてなかったっていうような感じはしますよね。ポルパイさん、個人的にはペルージャのこの試合に挑むチーム状態に非常に関心がありました。チーム状態か。まあ、それはもう負けられないっていう思いが強かったと思うんですけど、でもそれにすごくやっぱりプレッシャーを、悪いプレッシャーにそれが多分なってたんじゃないかなと思いますね。まあ、試合の後も個人的にそのアナスタジス監督に聞いた時もすごいナーバスになってたって言ってましたし、やっぱり、その、ね、もうすぐ3日前に、ザクサと、まあ、ポーランドのザクサとの試合に負けて、チャンピオンズリーグ、準決勝敗退になってしまって。で、もう、イタリアリーグはもう落とせないっていうような、絶対落とせないっていうような状況の中で、そのプレッシャーが、まあ、すごく、やっぱり悪い、選手たちに悪い意味でのプレッシャーになってしまったでしょうね。まあ、一方、ミラノは本当にここで、まあ、正直ここで勝っても、負けでも、まあ、失うものはないというか、そういう状況であったので、すごく本当もうただもう全力でぶつかるだけっていうシンプルな状況だったと思いますので、まあそういう意味でもすごく心理的な差っていうのはかなり大きかったんじゃないかなというのは個人的には思います。アスツヌさん、もっとテレビに取り上げてほしい。そうか。まあそんなにやっぱり報道はされてないですよね。まあでもこのままね、
準決勝も勝って決勝まで行ったら、もっとテレビを取り上げてくれるんじゃないでしょうか。アップルパイさん、個人的見解ですが、どちらも表情が硬く見えていたのですが、硬さの質が違って見えたのが印象的でした。あ、そうですか。そうか。個人的には僕、ミラノは、まあ、2セット目のその、本当にリードされてたと、序盤のリードされてた時間帯まではすごく硬かったんですけど、まあ、その後はすごく、そんなになんか、硬くないように僕は見えましたし、あと、その、試合の前の練習の時、練習の時の表情は、まあ僕はちょっとその、ペルージャサイドだったんで、ミラノ側の選手たちの表情はあんまり見えてなかったですけど、ペルージャは本当に硬かったですね、みんな。なんか、プロトニツキーがちょっと笑顔を見せてたなっていうような感じでしたけど、それ以外の選手、本当になんか表情硬かったなっていうような、要因、印象でしたね。はい。ヒデさん、ブランの予言通りミラノ勝ちましたね。そうですね。ブランさんもミラノ勝つんじゃないって言ってたんですけど。うん、でも僕も、うん、正直本当にミラノ勝つんじゃないっては思ってて、うん、実際勝って、うん、よかったな。なんか、うん、なんでしょうね。嬉しいけども、嬉しいけども、まあ嬉しいか、嬉しいけど、そうですね。ああ、本当に勝った、みたいな感じだったかな。ヨコさん、あまりにも決まらなすぎてイライラしているジャネッリが印象的でした。そうですね。ジャネッリね、ミラノでの試合の時もかなり切れてましたね。だからでもここなんで、でもその、ペルージャは一つ、ずっとやっぱりジャネッリだけは、他のアウトサイドヒッターや緑やオポジットはみんな変えられましたけど、ジャネッリだけはずっとジャネッリで行ってたんで、そこでロプレットをうまくちゃんとそのジャネッリの回というか、ジャネッリがちょっと調子悪い、なかなかスパイカーを生かしきれてない状況で、ロプレットが、それまでの試合でちゃんと、そういう、なんか、ジャネッリの控えとしての役割を果たしていればもうちょっと違ったかもしれないですよね、この。うん、最後までジャネッリが、を変えれなかったっていうのも、また一つ、ペルージャとしては、なんか、失敗してしまった要因なんじゃないかなと、個人的には思うんですけどね。結局、ロプレットはずっとやっぱり、ピンチサーバーでしたからね。外のセッターの、うん、スロベニアの代表のセッターなんですけど。アプルパイさん、試合開始のミラノは場の雰囲気ゆえの硬さ、ペルージャは不安を抱えた硬さ。ああ、なるほど、なるほど。確かにやっぱり異様な雰囲気ありましたから、ペルージャは。うん、そうですね、今の、ナオロングさん、そうですね、ミラノ勢いありますね。本当に。今言うと一番勢いあると思いますよ。今、4強上がっている選手、チームの中では。うん。アプルパイさん。当然ミラノ推しですが、ペルージャが気の毒に思えてしまった。勝ち続けてしまったがゆえの難しさ。ペルージャはレギュラーラウンドで負けていい試合にわざと負ける。無理やり負けるのも、うん、苦言されます。そうですね。うん。もう僕も正直なんかやっぱり、まあ、特にペルージャのフォームだったっていうこともあって、うん。なんか、気の毒っていうか、残念だなっていうのは一つ思いましたね。うん、まあなんかちょっと、今もちょっとユニフォーム着てるんですけど、ピエルジャの、この17番のね、プロトニツキー、僕の推しなんですけども。もうちょっとな、なんだろうな。せめて、うん、チャンピオンズリーグはね、勝って欲しかったというか、まあそれはやっぱミラノは関係ないので、チャンピオンズリーグはタイトル取って欲しかったなとかっていうのは思うんですけどね。うん、まあやっぱり仕方ないですね。うん。そう、この、ペルージャ対ミラノの試合の後、終わった後、まあ、遅くまで結構、ペルージャの攻め入力が、ファンサービスで残ってたんですけど、まあ、ちょっと攻め入力にも話してみて、何でしょうね。ちょっと、本当に、もうなんか、お疲れ様でした。まあ、なんか、お疲れ様でしたっていう、お疲れ様でしたっていう、単語はないので、英語にもポーランド語にも、お疲れ様でしたって、なかなかちょっと、翻訳するか難しいので、ちょっと、I'm sorry for you. なんか、I don't know what I say to you みたいな、なんかちょっといい。ちょっとあなたにどう言葉、どういう言葉をかけていいかわかりませんみたいなことを言ったら、まあ、うん、仕方ないよ。で、まあ、セミ力が、まあ仕方ないよ。これがスポーツだからねっていう、なんかことを、まあ言っていて、うん、まあ確かに、うん、これがスポーツ。これがスポーツなんだっていう、まあ、一言でしか表せないのかなっていうような感じでした。はい。ヒロロロンさん。
今回の勝利の要因はやはりパトリーが大きかったですか。パトリーは正直多分行動、第5戦は結構調子悪かったと思うんですよ、個人的には。うん、なんかうまく、フォローがうまく、うまく使ってたからこそあまり数字を下げずに済んだっていうような僕は印象だったんで。ポロ、まあ、石川さん大先生と、まあ、ポロが、すごく、大きかったんじゃないかな、個人的には。パトリーはね、もうちょっと頑張ってほしいです。はい。パトリー頑張れ。はい。もっとハイボールがパトリー、ハイ、まあ、やっぱり、この試合はハイボールは、メルガレホか、石川の方が、多く多分打ってると思うんで、もうちょっとね、ハイボールをバンバン、パトリー先生に上げられるように、そんな状態に、パトリー先生持っていってほしいなと思ってますね。はい。アップルパイさん、すいません。硬さが見えたのは試合開始直後のところ。あ、そうですね。ジャネリとしか仲良さそう。あ、そうなのかな。ちょっと、ここはあまり見てません。すいません。アップルパイさん、5戦目に向かう、挑む両チームの違いというか、ミラノは、自分たちがなぜ勝てたのか、逆にペルージャはなぜ自分たち負けたのかにフォーカスされた構図に見えました。ああ、そうですね。確かにそういう部分はあると思います。ヒロワさん、ポルロはイタリア代表でしたら3番手セッターになります。そうですね、3番手セッターですね。やっぱり、まあ、ジャネッリがいて、で、今、トレントでセッターやってる、スベルトリがいて、まあ、その後ぐらいになってくるか。でも、今シーズンはまた、ベローナの、あ、名前は出てこない。あ、なんで名前が出てこない。ベローナセッターもすごく良かったんですよね。どうせするな。ですね。あ、スピリト。ルカスピリトもすごく、今シーズン良かったんで、まあ、なかなか、そう、3番手、4番手あたりだと思うんですけども。まあ、でもやっぱり、イタリア、ジャネッリはやっぱり不動ですよね。だから、スベルトリーの、ところに、滑り込めるかというと、どうなんだろうな。スベルトリーも、ね、サーブいい、めちゃくちゃいい選手ですしね。やっぱりイタリア代表は難しそうですよね。本当にいいセッターが多すぎて、まあね。日本に来てくれればいいのになんて思いますけども。まあまあまあ、そんなことはないでしょうが。そうですね。3番手かな。3番手になってきますね。でもまあ、VNL ではもしかしたら、まあ、多分そういう若手、を試すっていう場所、機会があると思うんで、VNL で、ね、プレーが、イタリア代表としてのポルロのプレーがもしかしたら見れるのかもしれないですね。そう、ね、185ぐらいだからね、全然、身長は小さい方ではあるんですけどね。本当に。で、よくやっぱり、ね、相手、ミラノと戦うチームは、ポルロが前衛の時にレフトサイドに、トス集めて、で、ポロの上から打たれちゃうっていうところもあったと思う。まあね、ペルジャ戦ではやっぱりレオンとポロがマッチアップするとね、なかなか厳しいものがありましたけども。まあそれでもそのハンデを追ってもそのハンデがあっても、まあ、それ以上のプラスの、効果をもたらしてくれて、それで勝ちましたから。素晴らしいセットだと思います。関田くん。そうですね。はい。関田くんの方が低いです。関田くんとさらに10センチ違いがあるのか。まあ、それでもポルロ低いですから。もう、ね、190、セッターの世界も190センチが普通ぐらいなのかな。190前後が多分ヨーロッパだと普通ぐらいで。で、まあ、2メートルもおかしくない。2メートルだと大きい、まあ、大きい方か。ということで、まあ、180台は低いですよね。そんな、ちょっと、だからまあ、日本で超新セッターと言われてる、
エーロ君も、だから、ヨーロッパで言うと、まあ、普通ぐらいの身長ですよね。普通かちょっと低いぐらいなんじゃないかな。まあ普通ぐらいか。普通ぐらいの身長っていうことなんで、対して高身長セッターではないですよね。残念ながらね。まあでも、ポーランドもそうですし、まあ、ポーランドだとね、また、フランスのトニウッティも、まあ、バリバリスターメンで活躍してますし、身長183センチで。で、もうさらに、ポーランドのスバウキというチームには、アルゼンチンのサンチスっていう選手がスタメンで出てます。173センチで。はい。出てますし、まあ、今シーズン活躍したんで、もう、来季の契約更新もやってるんで。うん。だからまあ、サンチェスがやっぱり身長低いセンスセッターなので、やっぱピカイチだと思いますね。まあちょっと関田ファンには申し訳ないですけど。サンチェスは本当すごい。見てて面白いですね、本当に。速くて高いセッティングをバンバンやるし。うん、本当に。技術的にはもうサンチェス、サーブも結構サービス取りますしね。うん、サンチェス好きですね。はい、まあいいや。ポロにはぜひ一番手のセッターになっていただいて、テレビにも注目されるようなになって、どこかのタイミングで私にとってのナンバーワンの選手に控えしていってほしい。そうね、でも、なかな、個人的にはやっぱり、まだジャネンリもまだまだ上げられるし、滑るつ、その、多分滑るというかジャネンリの2個違いなのかな ?2 つ違い。学年2つ違い。学年とか、まあ年齢2つ違いで滑るとにもいるし、で、ポンロと滑るといが、2つか3つか違いでしたっけ?あ、三つ違いか。三つ違いなんですよね。だからね、その辺が難しいと思いますよ。うん。で、またその上が出ていくのを待ってるとまた下から出てきちゃいますし。なかなか、アクシデントが、なんかまあ言い方があれですけど、アクシデントがない限りは、厳しいんじゃないかな。まあ二番手までにはなんとかいけるかもしれないですけどね。そこは厳しいんじゃないかな。残念ながら。個人的に思います。まあでも、ポロは、はい。この前、インタビューしてくれた時もちゃんと答えてくれましたし、この、ペルジャでの試合終わった後も、ハグしてくれたんで、非常に、僕も、好感、応援してます。プレイスタイルも好きですしね、かなり。はい。横さん、ニミルがセッターやってたくらいだから、世界はセッターも高くないってなったんですね。そうですね。まあなんか、まあ、セッターも高くないとというか、多分、選手の育成方法がまず違うと思うんですよね、個人的にはそう思っていて。まあ、日本って本当もう誰でも門戸開いて、まあ、高校バレーぐらいまで本当いくら身長低くても全国大会とか、まあ、その目指せるというか、高いレベルでプレイできるからいいんですけど、結構でもこっちっていうのはやっぱスポーツするのにそもそもすごくお金がかかるんで、多分バレーボールっていうスポーツをもう身長高い人もしくは高くなる人しかやってないんですよ。その、ちゃんとというか、その、プロを目指すぐらいのレベルで、取り組んでる人っていうのは、そういうもう身長がそもそもある人じゃないと、バレーボールしてないので、だから、まあだから、そんな中で、どのポジションするかっていうような話になってくると思うんで、まあそもそもだから、小さい選手っていうの、言うのはもう、そもそもバレーしてない、ですよね。まあだから、やっぱり170センチのセッターなんて、選手なんて出てこない。で、リベロでも180、170センチいないです。それはやっぱりもともと、それなりに身長がある選手じゃないと、その、まあ、プロになるようなレベルで、子供の頃からバレーボールをしないっていうことですからね。それは大きいと思います。リロはサンチェスとロセルのコミュニケーションを封じ、あ、そうなんですよ。そう。やっぱり、まあ、どんどんやめ、シーズン序盤と比べると、ポロとロセルのコンビネーションはすごく良くなってきましたけども、まあ、やっぱりサンチェスとロセルのコンビネーションはもう芸術品だと思いますね。ほんと、フジーリーみたいな感じのところで。ちなみに、フランス、あ、
昨シーズンですね。昨シーズンは、そのサンチェスとロセルはフランスリーグで同じチームで、でやってたんですけども、その時は普通にロセルが、本当ベストスコアラーで、1試合でミドルなのに20点ぐらい決めるっていうのは当たり前にやってたらしいんで、これ、本当まあ、シモンみたいな感じですよね。今、イタリアリーグで言うと、シモンみたいな感じで、ミドルなのに、まあ、本当スパイクブロックサーブで一人でボコボコ点数決めて、まあ、20点ぐらい取るみたいな。っていうのが、そういう試合がなんか珍しくなかったらしいので、フランスリーグでは。だから、ね、そう、ポロとゴースロセルもそうなってくれると、なんか、いいですよ。面白いなと思います。ジャネリーがまだ20代半ばって信じられない。そう。まあ、まあ、ジャネリーも10代で、10代で、確かもう、20? そう、ちょうど二十歳になる年でリオオリンピック銀メダル取ってる男ですからね。はい。確かに。全然、なんかもう本当に、意識的にはね、30半ばぐらいな感じですけど、まだ彼は20半ばなんですよ。そうですね。あ、ちょっと飛ばしちゃった。あ、そう、セリアさん、A6191、ヤマトリューグ185、そうです。でも彼らは、こっちでは、普通、あるいは小さい絶対なんです。だからね、もう、やっぱり、日本の、まず、その、まあ、やっぱり育成システムが正直悪い部分は非常にあると思います。うん、誰でも気軽にバレーボールやれちゃうし、誰でも、まあ、バレーボール気軽にやるけど、誰でも気軽になんだろうな。まあ、全国大会を目指すような、まあ、レベルが高い環境でバレーボールができるので、できるし、まあ、そのカテゴリーで勝利至上主義な部分があるんで、結局やっぱり大きい選手がアタッカーやって、運動能力があるけど、まあ、小さくて上手い選手がセッターやリベロやってってなっちゃってるので、結果的に、うん、長身セッターが出てこないと。うん、で長身セッターが、うん、がそう育てられるチームなんていないですもん。いないですからね。ちょっと、やっぱりシステムの問題だと思いますね。うん、システムの問題で。あれ、2メートルのセッターなんかも、もうこの、今のままだと絶対日本では出てこないでしょうね。はい。あ、クリステンション、クリステンションいいですね。クリステンション、僕も好きですよ。ね、右利きだけど左利きで、ツアタック打つの、いいですね。はい、フォロー、シャツインか効果もです。そうか、フォロー、シャツイン。確かに。どうする普通に顔可愛いのにバケモンすぎる。で、負け物なんですよ。ロセル、ミラノ。ロセルはミラノ残るんじゃないですか来シーズン。多分、残ると思います。今日のプレイオフ解説してほしいです。あ、今日のプレイオフ。まあ、ルーベとの試合になるんですけどね。まあ、ルーベは、今、まあ、ルーベもですね、でも、プレイオフ5、まあ、第5戦までもつれて、で、2連敗からの3連勝でね、逆転、見事逆転勝ちで、勝ち上がってきたんですけども、ルーベ面白いのがですね、オポジットに入ってるザイツェフが、まあ、基本的にオポジットってサーブレシーブしないんですけど、結構サーブレシーブに参加して、で、その代わりに、アウトサイドヒッターの一人のニコロフがサーブレシーブも、まあ、結構免除されて、攻撃戦もみたいな感じになっちゃって、いる、ちょっとまあ変則的な、フォーメーションを敷いてるんですよね。まあでもそのおかげで、でも、ニコロフがすごく、オフェンスに集中できて、ものすごく、バンバン、スパイクもサーブも決めてるような状況で。しかも、結構、プレイオフのある試合で、ニコロフのスパイク決定率 80% ぐらい、80% ぐらいはいったんじゃないですかね。確か、いってたんじゃないかな、ニコロフ。ニコロフ。どうでしょうか。ニコロフ、80% 言い過ぎか。第3戦とか、あ、80%、そう。第3戦のニコロフのアタック決定率が25分の21で 84% とかのえげつない決定率残してるんですよね。まあだからその、変則的なフォーメーションに対して、まあどうサーブで揺さぶりをかけてくるのかっていうところが一つ見どころになってくるんじゃないかなと思いますね。だからサーブの意図を、ミラノがどこを攻めて、行くのかっていうのは一つ
面白いのかな。なんて思いますね。まあ、あとは、まあ、見どころそうだな。まあそう、だからやっぱり、だから、いや違うんです。あとそうですね、あの、ルーベにはチニニエゼがいるんでね、あの、昨シーズンまでミラノにいたチニニエゼがいると、チニニエゼと、なんか石川の、ちょっとネットを挟んだやりとりみたいな、ニヤニヤしてる感じみたいなのも見れたら面白いなとか、思ったりもします。結構昨シーズンかなりやっぱり、ね、ブロックで、ローテーションで隣り合う、多分ローテーションだったと思うんで、結構多分、ブロックの時とかはかなりコミュニケーション取ってたと思うんで、まあなんか仲良さそうだと思うんですけど、ね。だからなんか、その辺のね、駆け引きとかも面白いですよね。チニニエゼ対石川みたいな駆け引きも面白いかななんて思ってますね。ブルパイさん。ブラジルでは陽性段階が15歳か16歳とされていて、それが第2段階、第1段階では全員が全てポジション。いや、そうです。そうですね。うん、なんか、やっぱりね、中学生までは本当にいろんなことをやらせた方がいいと思うんですよね。日本は本当にもう特に強豪チームだと中学生の頃からも、ポジション決めちゃうので、うん、なんか、ね、もったいないですよね。うん、勝利至上主義は、うん、本当に良くない。本当、まあ、小学生の全国大会をなんか、なくしてるっていう動きが確かなんか、どっかの、競技であったと思うんですけど、本当中学生まで本当に正直、全国大会とかは、育成を考える、その後のシニアでいい選手を育てるっていうことを考えると、本当にしない方がいいですよね。全国大会とか。うん、と思います。個人的には。勝利至上主義がね、うん。行き過ぎると、最終的に、もう今のバレー界なんて本当に、まあ石川祐希もそうですし、高橋らもそうですし、偶然の産物に頼り切っている状態なんで、まあ、それを本当にちゃんと、なんだろうな、ある種計画的にそういう選手たちを排出する、できるようにしなきゃいけないと思うんですけど、なかなかね、そこまでは行ってないですか。イタリアでも結構本当に、今の若い世代はすごく、ね、フォローもそうですけども、充実してきるんで、それができてきているんじゃないかなと、本当もうその計画的に、育成システムを立てて、で、本当偶然の産物じゃない選手たちを生み出している、いい選手たちを生み出しているような気がしています。今日のプレイオフはですね、日本時間だと3時半かな、3時半。こっちのヨーロッパ、中央ヨーロッパ時間で、8時半なんで、プラス7時間で、3時半。深夜3時半だと思います。ブラジルのボールコントロールの良さはビーチバレーから来るものだと思ってましたが、なるほどなと思いました。まあ、ビーチバレーもやってるんじゃないかなと思うんですけどね。いや、本当ビーチバレーは特にやっぱり若いうちにどんどん積極的にやった方がいいなと個人的に思います。やっぱり2人しかいないから、全部やらなきゃいけないし、レシーブもトスもスパイクも、ブロックも、本当に、めちゃボール触れる回数増えますし、頭の体操というか、まあ、駆け引きでかなり楽に点数が取れるので、そういうのも、面白いから、まあ、むしろ本当やっぱり中学生ぐらいまではビーチ、6人制バレーしなくていいのかなとか思ったりもしてます。ずっとビーチバレーとか、もしくは3人制とかでやっちゃえばいいのかな。6人制やるのは本当に高校生からぐらいで全然いいかなと思います。ヒロロンさん、ニコロフ、ヤンとの対抗になりそうですね。ボットロー、個人的に見たかった。そうですね。ボットローはもう、ちょっともう、プレオフになってからは、ほとんどもう、ボットローの、が出てくる場面はあんまないですけどね。まあでも、DF サーバーとかで出てくるのかな。ですね。まあ、本当に、ボットローはね、石川くんのことを師匠、マスターって言ってたんで、その、指定対決もね、見たいですけどね。まあ、でも、まあ、このプレイオフの準決勝の試合のうちのどこかで、まあ、そのマッチアップが見れるかもしれないので、そこも楽しみにしていきましょう。マルライ・ユーワンというのはいません。シニエゼ、ああ、見えてストイックに、そうだから。ああ、見えて、まあ確かに。合うんじゃないでしょうかね。その辺は楽しみですよね。シニエゼかな。
あとはまあ、在宅のゴリラぶりは、ゴリラぶりがどうなるかというのも楽しみにいたしますね。ああ。とか、トレント、ピアツェンツァ、ルーベだとルーベの方が、まあ多分そうだな、ルーベの方が、ルーベが相性いいでしょうね。まあでもトレントもね、結構、まあフルセットで勝った試合も、リーグ戦では一緒しましたし、トレントもそんなに相性は悪くないな。ピアツェンツァが多分一番なんか相性良くなそうですよね。ピラノは。ピアツェンツァは一勝も確かしてなかったかな。と思うんで、リーグ戦で。うん、だからでもね、やっぱりそのビッグ4、まあミラノとピアテンツァがまあ今回ビスベスト4残っただけで、まあいわゆるビッグ4じゃない2チームなんで、まあその2チームで決勝戦見たいな、っていうのは個人的に思いますね。まああとブリザル好きなんで、はい。見たいですね。ピアテンツァ、ミラノでの決勝が見たいですね。うん、ルーベはなんだかんだ言いながら最後のプレイオフでいいところでくれ、やっぱりあのぐらいと思う。そうなんですよね。ルーベは、本当に、多分昨シーズンも先々シーズンも、リーグ戦そんな強くなかったりとか、そんなに、まあ、強いけど、そんなに突出して強くなかったのに、やっぱプレイオフに入ってからの、がすごいんですよね。プレイオフ入ってからのなんかそのチームが一気に完成する感じが。去年も確かに、本当去年なんて本当にいろんな選手をぐるんぐるん使って、本当にレギュラーシーズンの方は最後まで全然、その計画、意図的にじゃなくて、本当になんか、不運にもレギュラーを固めきれなかったんですけど、でも最後ね、それがなんか、うまい具合になんか、爆発してというか、いい感じになって、で、結果スクエアタイトル取りましたからね。やっぱブレンジーニは、そういうところが、ブレンジーニ監督はそういうところが、うまいのかもしれないですよね。いや、ルービアは本当すごいですよ。本当すごいと思いますね。まあでもそういう意味では、なんか、そういう意味では。まあいろんな、でも去年のルーベって本当にいろんな、特に、まあ今年もそうかもしれないけど、特に去年はいろんななんか、山あり谷ありがあって、結果的にスクエットを取った。ので、まあそういう意味では今年のミラノっていう、ミラノもまさにそうやって、いろんな、問題というか、いろんな様々な困難を乗り越えて、今があるチームなんでですね。いやいや、このままいけそうな感じがしますよね。うん。まあ、ユアントレード3段との対局また見たいな。いや、でも3段はもう、インドアバレーしてないんですからね。ビーチバレーやってるからな、3段。うん。ウカリリアル、まるで竜神。確かに。ブラジル相手のって感じですよね。ピアテンザが決勝に来ると相性が。まあまあそうですけど。いやまあでもね。まあもうペルジャに勝ったから、もうその辺関係ないですよ。関係ない。うん、でブレンジーニの手腕、ブレンジーニ監督の手腕はあると思いますね。やっぱり、このチーム作りというか、まあ、やっぱり、この最後のプレイオフにしっかりと、ピーキングを持ってくれるっていうのは、やっぱりそこはもう監督、まあ監督とあとスタッフの手腕っていうのは大きいんじゃないかなと思いますね。ペルージャにいたらどうなったんだろうな、ちょっとその辺はわからないですけど。あ、ミラノは逆に戦い方が難しいというか、むくみにならずにミラノらしいプレーをしてほしい。まあ、そうですね、ミラノらしいプレー。まあ、やっぱり、この僕がインタビューした時も、資格がね、ほんと、リバウンドして、リバウンドしてを3回繰り返して、そして、勝負するチームなのでっていうのを言ってたんで、まあ、そのやっぱり、粘ってっていうプレイスタイルが、うまくね、ミラノとしては機能していけば、全然、粘り勝ちして、勝っていけるでしょうね。うん、そこでうまく、やっぱり相手のアタッカーに、ストレスなり、プレッシャーなりを与えることが、できていれば、できればね、いけると思いますね。まあ。ね、多分もう、あと3時半からなんで、多分ここから一時仮眠とか睡眠に入る皆さんも多いと思うでしょうから。まあちょっと、今日の配信も、まあ
1時間ぐらい、あと10分、長くてもあと10分ぐらいにして終わろうと思いますんで、ご安心ください。まあ、それでも、ね、もう、1、2、3、4。4時間半後にはもう、プロトコールか。4時間半後にプロトコールなんで、なかなか取れないと思うんですけど。おじさん、ミラノ対日本とだと、どっちが勝つと思いますか？石川祐希はどうなるんですか？どうなるんですか？それは。ミラノ対日本。個人的には、サトリー次第かな。ミラノ対日本は。サトリー次第。サトリー次第かな。この前の第5戦のペルージャ戦みたいなサトリーだったら日本勝つと思いますね。うん。日本勝つでしょうけど、サトリー次第かな。とは思います。はい。ペルージャを倒したプレーが続けられれば勝てると思いますが、逆にルーベがそのミラノに対してどう切り崩そうとしてくるかと思います。そうですね。ルーベがどういうせ、どうやってくるのかというところですよね。まあ、どうだろうな。個人、僕だったら、サーブで石川を狙うかな。石川にとりあえず仕事を、仕事というか、まあ、石川の運動量を増やして、またちょっと、まあ、言い方あれですけど、ちょっと石川の体力を削る作戦で、行くかな。もうメルガレ、ね、ペルジャはずっと結構メルガレホにサーブを集めてましたけど、メルガレホはもうずっと耐えれてたんで、それよりも石川にストレスを、パスからストレスをかけていった方が、後々効いてくるのかな、とか思いたりもしています。うん。トシキさん、エグいです。いや、まあそうです。まあまあまあ、スポーツは反則しなければいいですから。いや、でも、ね、勝つためにはなんかもう、そうやって、まあ手段は選んでられないんでね。僕だったら、僕が監督だったらそうします。うん。そうするかな。うん。で、あとは、あと、そうですね。あと、パトリー、を本当に潰せたら、昨日、まあ本当に、まあ、調子が上がってないパトリーを本当に、さらにブロックとかで、潰せて、ライト側の攻撃がなくなればすごく楽ですよね。だなぁ、とか思いますね。そうかな。あとか、まあ、フロータサーブ、ペサラジにフロータサーブをあげると。ところかな。ヨコさん、ユウキくんが足つっちゃうのはもう治らないですかね。日本代表になるまでも、戻るまでも治ってほしいですね。まあなんかでも癖みたいになってる部分もあるかもしれないですね。ちょっと僕は、このあたりは詳しくはないんですけども。うん。だからそうですね、リカバリーをちゃんと、このまあこのシーズン終わってから代表シーズンになるまでにちゃんと本当休んでほしいですよね。だからまあ、本当にまあ、その、ファンの皆さんにはあれですけども、個人的には VNL の第1週の試合はあんまり出ない方が、コンディション的にはあんまり出ない方がいいんじゃないかなと思ったりしますね。このまま、このまま進んじゃうと。うん、ね、体が資本なんで。森川さん、そちら現地では報道とか結構されてますか？まあ、現地って僕、ポーランドいるんで、なんともあれですけど、ポランド言いますし、その現地メディア、まあ、ツイッターでチラチラ流れる程度なんで、あれですね。ただまあやっぱり、多分イタリアメディア的にはミラノが勝ったっていうよりも、ペルージャが負けたっていう言い方の方が多分大きいと思いますね。そっちの方が衝撃というか。まあ同じことですけども、見方としてはミラノが勝ちましたっていうよりもペルージャが負けた。あのペルージャが負けた。チャンピオンズリーグに続いて、イタリアリーグも負けた、みたいな、言い方の方が、大きいんじゃないかな、と思います。ポーランドのメディアは、
もうだからやっぱりそのレオンとセメニュークはペルージャにいるんで、ポーランド人の。そういう意味でもやっぱりペルージャ目線での報道が多いのかなと思います。小川選手を取ろうとしたポーランドチーム。そうなんですね。いたんですね。ちょっとそのあたりは詳しくないです。誰もがペルージャの優勝を疑わなかったが、そうなんですよ。いやもう、まあ少なくともコッパイタリアか、チャンピオンズリーグか、イタリアリーグは優勝するでしょう。一つは、というところでどれも取れなかったんで。やっぱそういう意味ではのショック大きいんじゃないでしょうかね。うん、まあ特にやっぱり、大きいというか、まあペルージャの会場でした、だったんで、ペルージャファンの人の表情とかも見ると、まあ、やっぱり最初がやっぱり強かっただけに、そっからの失望というか、もう、ギューンとね、なんか、叩き落とされた感じがあったでしょうから、なんとも言えないですよね。ミラノはハードスケジュールなので、移動も大変だと思いますが、ミラノからルーベは会場遠いですか？遠いです。ルーベ遠いですね。なんだ、ペルージャより遠いんじゃないか。ペルージャより遠いの、まあ、あんま変わらないか。あんま変わらないぐらい遠いです。はい。だから多分本当この今日の試合は本当にきついと思います。本当にきついと思います。だから、ミラノ的にはまあもちろん勝ちにはいくと思うんですけども、それ以上にやっぱりあまり無理をさせないで、次の第2戦からっていうことも考えられるんじゃないかなと思いますね。試合の間も少ないし、多いしっていうことで、あんまり多分無理をさせない方向にした方がいいんじゃないかなとか個人的には思ったりもします。この試合。4セット目の攻めに行くの前でポールが押したのを見て今のペルジャの象徴するように。そうですね。あのお見合いみたいなシーンはね。もうね。あのスタジオもぶち切れてましたし。まああれが、あれ、もう見たら、もうこれは勝てないなっていうのは思いましたね。はい。こんな感じですかね。いや、ありがとうございます。じゃあなんだかんだでもうその1時間ぐらい経つので、そろそろじゃあ、クロージングに入りたいと思うんですけど。でも、まあタイトルはペルジャ戦と、あとね、日本代表の、男子の日本代表のリストが発表されたから、それについても喋ろうかなとか思ったんですけども。まあ、それはまた、次の機会にということにしましょうね。はい。今日の試合ライブしてくれませんか？どういうことですか？ライブで、なんか喋る。なんか、あれか、スペースとかなんかで見ながら上司署で一緒にやるってことですか？そうっすね。いや、でもちょっと試合は、なるほど。どうなんだろうな。まあ、でもやるなら、ツイッターのスペースでかな。まあ、映像は、皆さん、見るでしょうから。ちょっと考えます。今日はちょっとやらないかな。今日はやらないんですけど。思います。ということで、今日も、遅い時間に皆さん、視聴していただいてありがとうございました。100人びっくりした。ちょっと今、同時視聴者数122人って出てて、ちょっと驚きを隠せないんですけども。ありがとうございます。本当かよ。マジかよ。ありがとうございます。はい。ということでですね、まだですね、これからあと4時間半後に、ルーベ対、ミラノ対ルーベの準決勝第1試合があるので、まあ、そこで皆さん一緒に応援して、行きましょう。ということで、今日も皆さん、遅い時間に、たくさんの視聴者の方に聞いていただいて、本当にありがとうございました。はい、ではですね、また来週は、来週もちょっと、片方になるのかどうなのかわかんないですけど、また、まあ、少なくとも来週またね、やりますんで、よろしくお願いします。では、皆さん、とりあえず、一旦お休みなさいということで。生配信に備えて。ではでは、本当にありがとうございました。
失礼します。バイバーイ。